真意にふかふかのもみ殻と星毒消し草を渡しますか？ダメ。ふふ、いおりさんでも意地悪さ。あー、優しい。好き。結婚したい。嘘だよ、真意様。今のなんか返し良かったね。ふふ。いおりさんでも、いたずらするんですね。見て、うわぁ。これ現実の世界で私も使おう。ありがとうございます。では失礼して早速作らせていただきますねと。いや、後ろ姿いいね。羽交い締めにしたいわ。抱きしめたい。いおりさんはご存知なかったかもしれませんが、実は私、あ、裁縫が得意なんだ。へぇ。おばあ様の服もいつも私が作ってる。シーン様すごい。何でもできそうな感じだね。よし、できた。ほら、香りも肌触りも申し分ない。最高の安眠。うわぁ、これおばあちゃんのためにもしかして。アバ様のために作ったのもしかして。優しい。いおりさんが集めてくださったもみ殻とお茶の葉の効果で、お茶の葉渡しましたっけ？星毒消しそうだけどな。うわ、優しいな。テンピュールかな？さあ、早速おばあ様に使っていただきましょう。一緒に向かいの部屋に来てください。いや、怒られるよ、真意様でも。大丈夫？孫には優しいタイプかな？おばあちゃんいける？失礼します。なんじゃ、あー、なんじゃ、こんなもの。意地悪ばあちゃんじゃん。意地悪ばあちゃんだ、ただのね。シーン、やっと眠れそうなところだったのによくもくだらんことで。いやー、シーン様の優しさをそんな風に言うのは許さんぞ。メラゾーマぶち込むぞ。まだ覚えてないけど。すみません。実は、はつらつ豆がなくなってしまったので、あ、その代わりになればと。あ、はつらつ豆はそういうなんか安眠とか体を休める効果があるのかな。はつらつっていうネーミングからしてなんか逆っぽいけどね。はつらつ豆がなくなったじゃと。知らなかったの？アバ様。おばあちゃん、お気を確かに。そんな重要なものだったんだ。ああ、大丈夫じゃ。今は、豆かどうかなどで、などと言っておる時ではないわ。おう、いおりではないか。ちょうど良いところに来てくれたな。実はお前たちに話したいことが、お前たち。僕と真意様っていうことかな。あ、イバンカ。FX で大金溶かしたことで有名なイバンカ。かですか。ねえ、錬金術がなんちゃらかんちゃら言うてたから一緒ではないのか。やれやれ、どうでもいい時には顔を出すくせに肝心な時にはおらんのだな。言うね、おばあちゃん。すまぬが、イバンカを呼んできてくれ。お前たち兄弟が揃っている時に話したいことがあるのじゃ。わしはそれまで休ませてもらうからな。シーンよ、今度はわしの眠りを邪魔するでないぞ。はい。ちょっとテンション下がってるじゃん。真意様。僕が使うよ、枕ね。これ宝箱開けれるんじゃないか。あ、もう、あれか。出されちゃったんだ。なるほどね。口ではああ言ってるけど、なるほど。ちょっと素直じゃないところがあるんだね。オッケーオッケー。村を出て北東にある。あ、森にいるの？オープニングではなんか村の中いたけどな。北東、村を出なくちゃダメなんだ。大丈夫、敵いるのでは。ちょっとセーブしとこうか。割と進んだからね、お祈りをする。よし、それじゃあ、イバンカ姉ちゃんを探しに行きましょう。村を出て、北東の森って言ってたよね。
いきなり村の外出ても大丈夫なのかしら。絶対モンスターとね戦闘になりそうな感じするけど、主人公、あ、いるわ。あ、シンボルエンカウントなんだね。あ、なるほど。フラグでは準備を万端にすること。薬草今1個しか多分持ってないけど大丈夫かな。道具で、あれ1個すらないわ。使うもの、大事なもの、あれ、あ、薬草気のせいか、もらってないか。あれ毒消しそうか。しかもあれ枕になっちゃったからな。あ、これスライムだね。あ、これキラキラが、あ、なるほどね。システム的にはドラクエ11とほぼ同じなんだね。まあ、厳密に言うとドラクエ11がドラクエ10に近いんだけど、僕はね、ドラクエ11の方を先にしてるから、うん、そんな感じがするね。ドラクエ11や言うて。あ、これスライムナイトでは？スライムナイトかな、これ。あー、危ない。まあ、戦ってもいいんだけど、自分の強さが分かんないからな。あれ、キラキラ取っていこう。自分の強さどれくらい、まあ、レベル、あ、薬草、ゲットしましたね。キラキラがたくさんあるな。あ、聖なる光。あ、これなんだ？これは単に草かな。これ敵じゃないよね。あー、敵だった。あ、お前か、オニオンか。これはドラクエ6のトラウマモンスターとして有名なオニオンさんではありませんか。ねえ、レイドック周辺にいるやつだよね。あ、ドラクエ10じゃこんな序盤に出てくるんだね。あ、でもそんな強くないな。お、会心の一撃。すごい。すごい。やっぱ神が VTuber なんだよな。よし、オッケー。これなんだろうな。聖なる光。あ、回復だね。回復の泉か。レベルとか上げてないけどいいのかな。ちょっとこれカメラがやっぱりわかんないわ。ここが森か。入ったよ。お姉ちゃん、その髪の色は、イボ兄弟としてね、有名なイバンカでは。これとこれも入れて、蓋を閉めるでしょ。宝物かなんか、かな？うん、今度こそすっごいのができそうなんだけど、多分。あ、錬金術だ。ここで溶かしたんだ、大金。懲りもせず、証拠りもなくまたやってんだな。あ、成功したのかな？なんと、ご機嫌な帽子ができた。ネーミングだいぶ好きだけどな、ご機嫌な帽子。やった、なんかすっごいのができちゃった。イヴァンカ姉ちゃん、やっぱ髪型いいね。キャラクターがね、デフォルメされているのがちょっと残念だね。ドラクエ10オフラインは。いや、でも好きだわ。いいところに来たわね。これ、イオリにあげるわよ。きっと似合うと思うわよ。ご機嫌な。やべえ。ラスボスまでこれで行こうかな。ご機嫌な帽子。で、イオリはこんなところまでわざわざ何しに来たってわけ？いや、ちょっと、そう。アバ様が既得で。うふふふふ。それってついにアバ様が私の錬金術を頼りにする日が来たってことじゃない？イヴァンカ姉ちゃんはなんか錬金術に長けてるんだ。失敗はするものの。鋼の、あれだ。鋼の錬金術師だね。ハガレンや。さあ、イオリ。アバ様のところへ行くわよ。私が作った帽子のことを忘れないで、ご機嫌なやつね。
あ、装備しろっていうことかな。あ、イバンカ仲間に入る。あ、え、え、あれ、え、一時的な仲間っていうことかな。それとも、え、冒険を共にする仲間っていうことかな。ちょっとそこら辺がわかんないんだけど、まずちょっと装備しましょう。ご機嫌な、頭だよね。ご機嫌な帽子。あ、守備力と魅力も上がるね。装備してる。大丈夫かな。底辺 YouTuber みたいになっちゃったけど、まあね、お姉ちゃんが作ったやつやから、いやこれダメだろ。これアバ様言って大丈夫かな。絶対ふざけてるとね思われちゃうけど、じゃあアバ様のところに行きましょうか。二人いるから戦闘したらあれかな、イバンカ姉ちゃんも戦ってくれるのかな。ちょっと戦ってみよう。モーモン、あ、好き。かわいい。イバンカ姉ちゃんも頼むぜ。あ、戦ってくれてるわ。強っ。ちょっと待って。主人公、刀なしのなんか、強さだった。ワンパンだったよ。しかもなんか、会心の一撃とかじゃなさそうだったけどな。あ、レベル1から2にね、アップしましたね。あ、ホイミ。早いな、覚えるの。二人、まあいいか。とりあえずストーリーを進めた方がいいかな。我が故郷。エテーネっていう街なんだね。うん、初めてしたけど。アバ様。まずお姉ちゃん怒られると思うけどな。ねえ、はつらつのやつダメにしたんでしょ。まず一発ガツンと会ってからのなんか頼み事だと思うけどね。アバ様、寝てる。アバ様。アバ様に直接行くの怖いからな。ちょっと、真意様かませよ。お帰りなさい。イオリさんとイバンカさん。では、おばあ様の部屋へ行きましょうか。この部屋の向かいですと。え、シーン様来てくれないの一緒に。だいぶ怖いけどな。失礼します。イオリさん、私が、あ、起こしてくれる寝起きのおばあ様は機嫌が悪いの。いつも、いや、寝起きじゃなくても悪かったけどな。失礼します、おばあ様。イオリさんがイバンカさんを連れていらっしゃいましたよ。とう。お、ご機嫌じゃない？すごい。おばあ様。お元気そうですね。ぐっすり寝れたのかな？うむ。あ、快眠じゃ。よかった。枕がよかったんじゃない？おかげで、寝覚めもよかった。なかなかいい枕じゃったぞ。あ、いい人なんじゃない？実は。あ、ありがとうございます。あ、シーン様ちょっと嬉しそう。ね。うん、素材集めたね、甲斐があったね。よし、みんな揃ったな。では、シーン、村の者たちを集めよう。これより、亀様のお告げを皆に伝える。亀様っていうのはなんか冒頭で、夢の世界で、まあ夢かどうかちょっとわかんないけどね。うん、アバ様とイバンカ姉ちゃんが乗ってたやつでしょ。エテーネの民たちよ、心して聞くがよい。わしは亀様からお告げを賜る。巫女として、巫女だ。巫女なんだ。託されたお告げをありのままに告げる。伝える。間もなくこのエテーネの村は、大いなる、最悪に見舞われ、滅びる。滅びのバーストストリーム。滅びる言うて。エテーネの民は一人残らず死に耐えるじゃろう。結構言うね。信憑性がどこまであるかだよね。そんな。何なんですか、そのお告げは。亀様は私たちを見捨てるのですか。沈まれい。
介さんと角さんのパターンでは、水戸黄門では。お告げにはまだ続きがある。エテーネの民は死に耐えるだろう。だが、光明が残されていないわけではない。ああ、光明が、イオリさんとイバンカっていうことかな。北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草、天使の花があれば、滅びの運命から逃れられるということじゃ。はあ、天使の花。おお、よかった。よかったね。天使の花なんて聞いたことないわ。本当にあるのかしら。さよう、天使の花は我らが、一度も踏み入れたことのない秘境に咲く。あ、珍しいんだね。故に誰が取りに行くか、わしが決める。だそこで担ぎ出されるのが主人公、イオリと、あ、そうだよね。あ、お姉ちゃんじゃないんだ。お姉ちゃんなんで連れて来させたの？ああ、よかった。そうだよね。ああ、お姉ちゃん連れてきたからさ、大いなる災厄はそこまで、迫っておる。だがわしも力を尽くす。うん。このわしが亀様と共に、エテーネの村を守り切ってみせるわ。でも、天使の花取りに行くの、俺らなんでしょ？アバ様行かないんじゃなかったっけ？なんかね、生きてんのはいいんだけど。よかった、安心していいんだね。取りに行かないとダメだからな。あそこ。あ、オニオンでは？魔物が村に入ってきた。これは俺たちの出番では、なん、じゃと。皆さん下がって、あ、シーン様。え、ちょっと待って。シーン様って、男性ですか？え、女性男性？勝手に僕女性の体で進めて結婚したいとか言っちゃってたけど、孫娘じゃなくて孫だった。え、神医様？え、どっちなんだろう。なぜ魔物が入ってきて私たちの目から、なぜ魔物が入ってきた、魔物たちの目から村を隠すわしの結界はどうした。あ、結界が破られたのかな。俺たちどうなっちまうんだ。アバ様が大丈夫だって言ったんだけど、そうね、お告げ通り滅びてしまうんじゃ。ちょっと急がないとダメなのでは。そうだよ、アバ様の結界が破られるなんて、これまで破られなかったから平穏に暮らせてたんだね。あ、皆さん落ち着いてください。すぐに私たちが天使の花を取ってきます。そうやね、急がないと時間がないわ、これは。うん、さあ急ぎましょう。清き水の洞窟は、育みの大地よりはるか遠い北にあると。マジか、ちょっと遠出しないとダメなんだな。私の家で祈りを捧げ、あ、セーブしてね、セーブしてすぐに出発しましょう。真意はどっちだ？男か女か。女であれ。今更だけど。ちょっと待って。あ、ゲスト扱いなのか。うわ、ちょっと恥ずかしいじゃん。真意様とイバンカレベル7で、イオリさんレベル2ってちょっと恥ずかしいよ。シーン様、これ男ですか？男っぽいな。いや、でもこう、快活なね、男勝りの女性もいますし、デフォルメされてるからちょっとわかんないんだよな、見た目が。なんかこう見えて裁縫が得意とか言ってたから、こう見えてっていうことは、まあ、一般的にね、男性は、裁縫するイメージがね、あんまりないから、こう見えてっていうことは、男性だけど裁縫もできちゃうよっていうニュアンスかな。マジか。
服装からしてマントやっちゃってるもんね、これ。イオリさんと、イオリさんマントじゃないけど、なんかね、おそろ的な感じ。これ、男性だな、これ。ちょっとね、つい数分前の結婚してくださいっていう言葉、僕の思い、熱いパッション返してほしいね。毒消し草渡しますか？ダメ！ふふ、いおりさんでも意地悪さ。あー、優しい。好き。結婚したい。あんな神医様に夢中になってたのに。あ、ちょっと、お祈りしなきゃ。マジか。男性だな、これ、どう見てもね。いや、そうだよ。兜的なのやってるもんね、これ。あー。いや、でも、女性の勇者もさ、ドラクエの世界観では全然いるから、どっちなんだろう。クラピカ的な感じでいたいよね。男なのかな、女なのかなっていう、どっちなんだろう。クラピカ的な感じでいてほしいよね。お祈りした。ちょっとレベル上げした、していった方がいいかな。遥か遠くって言ってたからな。ちょっとだけ、あ、ピンクの人、いるわ。魔物が村に入ってくるような事態だ。もしかしたら外にいる魔物たちも凶暴か、あー強くなってんだな。この村は俺が全力で守る。お前たちも遥か北の、清き水の洞窟から必ず天使の花を持ち帰ってきてくれ。すごいな、屈強だな。ちょっとレベル上げしていった方がいいかもね。今レベル、ご機嫌だな、イオリ。頭が、ね。あ、これ弱いやつじゃなかったっけ。イバンカ姉ちゃんが一発で仕留めたやつだよね。作戦。あー、やっぱゲスト扱いだから命令とかもできないんだね。よし。あ、メラとか強っ。あ、これレベル上げ必要。あー、男でしたね。あー、もう確定しちゃった。クラピカじゃないわ。